に切ってあげる。かわいそうだ。戦乱に翻弄され、争い、傷つけ合い、もがき苦しむ。弱き者は奪われ尽くし、奪う者も所詮、弱き者から奪わねば生きられぬ弱者に過ぎぬ。あられもない。醜すぎる。人は皆、弱くって。かわいそうだ。やめて、やめてください。僕がきれいに切ってあげるよ。天下人豊臣秀吉亡き後、徳川家康と石田三成の対立が表面化。太平の世に陰りが見え始め、各地で賊が出没していた。若き剣客佐々木小次郎はこうした時勢の中、諸国を旅していた。ある日、小次郎が立ち寄った関村でも、今まさに海賊による襲撃がなされていた。奪うものと奪われるもの、小次郎は乱世の縮図ともいえる光景を目の当たりにする。かわいそうだ。もうこれ以上の苦しみは見てられない。第1話、海賊討伐戦。僕がきれいに切ってあげるよ。近づけんなよ。
駄だよ。別に行って君を切りに行った。あげなくちゃ。何しに来やがった俺らの宝を取ろうとしてそうはいかねえぜ。Yeah!
もんだぜ。あんな奴に逃げられて僕のせいだな。手下捨ててとんずらかよ。逃がさねえ。こいつらを倒すと門が開かないの。逃がすなよ。姫、あれに海賊らしき風体の男とまがまがしい奴が。海賊襲来と聞いてきてみれば、僕は仲間割れの様子。あいつを逃がすね。私が撃ちます。助かった。あとは徳川様にお任せするんじゃ。敵将をきれいに切ってあげたよ。その剣さばき、やだ。これは宮本武蔵。我は我らが手出しするぞ。よくはよろしく武蔵。勇者の匂いがする。敵将をきれいに切ってあげたよ。敵将をきれいに切ってあげたよ。その剣さばき、やるな。まだまだ切ってあげなくちゃ。あいつかねえのか。切られないよ。ただ切られるだけ。本気で行くな。どんな奴だよ。良い駒になりそうな男を見つけられたわい。つらがるぜ。こいつ強すぎだ。敵将をきれいに切ってあげたよ。たくさん切れて楽しかったよ。強いね、君。おう、宮本武蔵は天下無双だ。そう、君は強者だ。君は乱世の犠牲者じゃない。かわいそうな弱者じゃない。僕が切ってあげなくちゃいけない存在じゃない。君みたいな人は初めてだ。君は切る価値のある唯一の存在。初めて見つけた対等の存在。嬉しいよ。切り合おう。君は僕と切り合う価値がある。てめえ、そんなん悲しすぎたのか。いいよ、殺してよ。僕は嬉しいんだ。なんだと。剣は人を切るためのもの。君も人を切ってあげるため剣を磨いてるんだろ。てめえ、てめえ、違うんだよ。今は分からせられねえ。だが見つけてやる。人を生かす剣だ。そしてきっとてめえに分からせてやる。いいよ、また切り合おう。